回を抑えればバファローズ、7回の裏は1番の糸井から始まっていきます。その糸井につなげる意味でもゼロに抑えて攻撃につなげたい白仁田です。鋭い打球、1、2塁間抜けました。2塁ランナー近藤は3塁を蹴ってホームに戻ってくる。いいボールが返ってきた、アウトです。ライトの T 岡田、素晴らしい送球、ピンチを防ぎました。さあバファローズ、7回の裏は1番の糸井から始まります。